何から何まで全部嫌になっちゃってさ、ふさぎ込んじゃってんのかい。何があったかなんてこっちは知らねえけど、とりあえず一回話そうぜ。孤独感なんてのは人には分かりゃしねえよ。自分で脱出するしかないんだベイベー。でも力にはなるからさ、計算どおりの人生になってない。挫折人生よもっと。やりたいことやれていいなって人は言うけど、それなりに辛いことだってあるよ。悩みがあるなんていいことじゃない。まだ強くなれるってことは、死にたいぐらいの苦しみがあっても投げ出すにはまだ早すぎるじゃないか。人生よもっと。